ラストワンちゃんやってもやっぱ諦めない心って大事だわ。諦めて探し続ける。その執念、執念っていうの絶対にセレビ出すんだと。いやもうここまで来たらコンプしてんよな。いやでもセレビ出たら勝ちだから、セレビを出して、このシリーズフィニッシュと、行こうぜ。いや、こっちかなー。どっちだろう。あのね、重さ的にあんま変わんねえ気がする。あんまね、変わんねえ。でこっちがちょっと表パティーンな感じがする。でも、だって、重そうじゃない？こんだけさ、カスケーディーだぜ。カスケーディーのセレビーだからさ。いや、重いと思うんだ、こんだけカスケーディー。出なかったらどうしよう、マジで怖い。震えてきた。もう本当に今日で最後だから、もう今日出なかったらガチで終わり。ピカチュウ、ハスボウ、セアラビ、ミズゴロコイケン、ヌオー、ヌメラウーパー、リーフィア。あと出てないのがちなみに、ヌメラウーパーのコンビネーションにセレビーなんだよね。一番欲しい！これが出れば勝ちなんだよ、俺はもう。ぶっちゃけセレビーが出ればもう勝ち。もういいや。このシリーズはセレビーが出ればいいんだ、俺は。もう。いやー、あそこにセレビーと竹をセッティングしてんよな。でもコイケンがもう一体ぐらい欲しいなって気持ちもあるよ、正直。あと、ヌオーこうなったらトリプルゲットしてもいいなっていう感じもあるけれども、いきます。まあ、そんな調子いいこと言ってもらえじゃないから。もうね、とりあえず、めっちゃ怖い。頼むぞ、セルビー。俺信じてるから、あれ切れてなくね、セルビー。なんでだよ、なんで切れてんねん。よし、オッケー。行くぞ、セルビー。俺は信じている。セルビーよ。こいやあ、チュルズルってって、あ、待って。青かった。ハスボウだった今。ハス。あ、青いか。青いぞ。あれ？トゥルって、セレビーではなくない？ああ、コイキングかー。まあまあ、でも、もう一体欲しかった。もう、すごくない？もう一体欲しいって言ったそばから来たわ。くそー、やべえ、マジか。あ、でも可愛いんだよね。打ち上げられる、ね、コイキングをね、見つめる、水五郎っていうこのね、シチュエーションだからシチュエーションか。が、めちゃめちゃ可愛いんだよ、シチュエーションが。いや、どうしよう、マジで。もうセレビ無理だわ。マジこれセレビ無理だ。強すぎるだろ、セレビー。マジでか、あいつ、セレビー。ちょっと、いや、もう出る気しねえよ、もう。こんだけ勝手に出れんだもん。やっぱワンボックス予約ね、逃した自分が悪いんだけど、ワンボックス勝ったら安心だわ。絶対揃うからね、ワンボックスでね。予約ミスったんだよ。こんなん知らなかった。俺大抵こういういいやつはさ、全部、ネットで予約してさ、リーメイト商品は買っちゃうんだけどさ、予約ミスったんだよね。その結果これですよ。一番欲しいセレビーをゲットできなかったっつう、この悲しみ。くそまあ、しょうがねえよな。しょうがねえ。こんなこともあってた、これが人生だよな。でもまあ、いや、つうか、俺何諦めてんだ。まだワンボックス結構これ重たいんだよ、マジで。であんま変わんない感じがしたんだけどね。もう一回コイキング爆走じゃね。コイキングアゲイン、コイキングアゲイン。いや、そんなことないでしょ。微妙に重さ違ってから、さすがに同じってわけじゃねえだろうな。まずは、ここにね、セッティング、水五郎ちゃんを、はい、ゴロゴロ、はい、かわいい。この時点でかわいい。はぁ、で、あとね、こういう葉っぱとかも細けんだよね、このシリーズね。葉っぱをね、セッティングして。まだ負けたわけじゃないのに泣きそうなんだけど。で、バシャーってこう、打ち上げられてるね、コイキングちゃんを、セッティングしまして。だって、こんなに買ってさ、出ないってやばくねえか。コイキング、打ち上げられるコイキングちゃんを見つめる水五郎。めっちゃいいでしょ。しかもこれ、何がいいかっていう、一番いいところがね、合体できるんだよね。連結ができるっていうところが最高。こんな感じかな、とりあえずは。最高でしょ？これ被ってもね、自分の好きなようにセッティングできたりとかもするからさ、全然 OK なんだよ、被り。でも自分の欲しいやつが来なかったら精神的にダメージ半端ねえけどな。いやー、これはね、ちょっとラストワンなんだよ、もう。
ラスト1個、ラスト1個、もうダメだって言ってる。いや、でも重たいからな、結構な。遊びで広がるポケモンワールディング2、新兵の泉編。今日で最後なんだよ。どう、もう頑張ってももうないわ。もうないから。頼むぞ俺の、ザンプス、キーを。下から綺麗にね、シュパンって切った方が切れるわ。さっきね、髪切っちゃってたんでね。まあでも保存用の、ね、あるから。もう大丈夫、大丈夫。なんか重たい感じはするんだけどな。セレビー頼むっていいじゃねえかよ、セレビー。もういいじゃねえかよ。チラリズムってる。チラ？チラリズム？隙間からチラ。隙間から覗く。覗く、覗く。垣間見。垣間見。青いの見えなかった、今。青いのあった気が。でも水の可能性もあるか。青いの見えてるような気がするんだよね。ちょっと水の可能性もない。岩がね、ロッキングがありまして。ロッキングがあって、でけえ岩が。あ、岩、あ、土、待って待って。おっと。あー、ピカチュウかも。飛んでなったもんな。ピカピエ。ピカピだわ、これ。飛んでる。あっ。トンネルなんだこいつ。じゃトンネルのピカチュウだけ。あ、うん、ちょっと待って、組み立てればいい。とりあえず組み立てよう。ちょっと待って、おお、これトンネル見た瞬間にちょっと違うわ。しかもほらピカチュウのと、おお、おつけ、待って待って、おつけ、セレビー来た。ちょっと待って、いきなりそんなフェイントハリー。え、もう、え、ちょっと待って、ちょっと待って。ずるくない今の。うわー、トンネル見えて、ピカピカハスボーだと思ったら、なんか緑のちっこいの見えて、嘘だろってなったんだけど、ちょっと待って、マジで。セルビーだわ、これ。間違って、台座ピカチュウので、セルビーが入ってたのかなと思ったの。間違って入ってて。でもちゃんとね、カスケーディーになってる、ここ、ほら。ちゃんとカスケーディーじゃん。だから、あ、あるもん、ほら、これをつければ、おー、やった、いい感じじゃなかった。かぶったと思ったらセレビーだった。やった、大勝利じゃないこれ。執念、俺の執念が勝った。諦めない心。いや、結構かぶったね、やっぱバラで買うと。これあれなんだぜ、あのリーメンタ商品だから、ワンボックスで買ったら絶対揃うんだぜ。いや、でもかぶってもよかったけどな。全然さっきも言った通り、かぶっても全然よかった。ふるるる、てるるってる。セレビー、あ、お、めっちゃなんかパーツ取れたかと思った。棒だわ。クリア棒があった。てるって、てるって、セレビー、はしゃなり。我、はしゃなり、やったー。セレビーね、横に穴開いてるわ。ここに設定するんだ、こういう風に。うわー、やったー、セレビー。もう当時セレビー持ってるやつ、神だったからね。神。もうセレビー持ってるマジで神だったもん。すげえ、ちょっと都会行ってね、俺北海道のどいなが出身だったからさ、映画館ってないわけよ。福井センターでしょぼいところで自分でパイプ椅子出して映画見るようなね、とこだからさ、田舎なんだよね。だセレビー、ちょっと都会行ってセレビー撮ってきたやついるんだ。あの映画の特典で確かね、配布とかされてたんだよね。で、あの図鑑に登録して返すからみんなにやってたんだけどさ、俺自分のとこ来た瞬間にね、逃げたんだよね。そうですね、シャレでね、シャレでしたらめっちゃ泣きながら送り出て。いや、すみません、泣くよな。今から考えたら俺やべえことして。いや、ごめんごめん、でもシャレじゃん、シャレ、シャレ、めちゃくちゃ面白かったよ。逃げたらマジ泣く、マジ泣きして追っかけてきた。いや、でも泣くよな。セレビーもう当時持ってるやつ神だったからな、ほんと。ちゃんと下に入るんだ、こうやって。ほら、下に、素晴らしいね。こういう作りになっとるわけか。あー、セレビ、いやー、セレビ持ち逃げしたの思い出すわ、見るために。いや、でも、まあ、あれでももちろんちゃんと返してるよ。ちゃんと返してるよ、もちろんね。嘘だよ、つって。ビビったつって、ね。いや、俺ならやりかねないと思われてるからさ。ちょ、入んねえな。
でもそんなね、人のものは取らんよ、これ絶対。そんな、絶対、あれ入ってるか、なんか入ってない気がする。ちょっと待ってね、奥までちゃんと入れて、がっちり入れて、こういう風にはめ込めば、おー、いいんじゃない、いいんじゃない、素晴らしいね、こんな感じ。ていうか、コップしてえな、誰かさ、俺被ってるやつ出すからさ、ヌメラとウパー被ってる人いない、これ、ヌメラウパー。トレードしね、トレード、ヌメラウパー。俺、求むが、ヌメラウパーで、出せるのが、水五郎コイキングと、あと、ヌオー、出せる。被ってるから。ちょっと被ってないのは出せないけど、その被れで良ければ誰かトレードしてくんねえかな。ここまでがコンプしねえもん、だって。で、カスケーディーね。うわぁ、カスケーディーだ。素晴らしい、カスケード。いやぁ、いいね。音が聞こえるね。滝の音がちょろちょろちょろってこう。あぁ、耳を澄ませば聞こえるわ。そして、葉っぱ。葉っぱはね、ここに。いやまさか最後の最後で出るなんてマジで嬉しい。奇跡起きたー。やっぱ、心大事だな。諦め、何事もそうだよな。何事も諦めない心。もう大抵のことはさ、粘れば勝てるからさ、大抵のことは。うん。いや、それは、今から NBA 生きてとか言ってもちょっとそれは無理だけどさ、ね、そういうのじゃなければさ、ね、大抵のことは粘り勝ちできるからさ、頑張ろうぜ。いいね、カスケーリ。で、ふわふわ飛んでるセレビータン。ふわふわ飛んでる。嘘だろ嘘だろ、待って待って、嘘、もう飛んでった、もう飛んでった、折れた折れた折れた、嘘だろ、マジでこんなことある、折れた、なんで、嘘でしょ、折れたんだけど、ちょっと待って、冗談じゃねえぞ、嘘、こんなことってある、せっかく地獄を見て手に入れたのに折ったんだけど、どうしよう、え、治るかな、じゃあまず棒を見つけなきゃ、棒ぶっ飛んでったぞ、どっかに、こんなことあれ、やば、セレビー持って逃げたのバチ当たった、でも返したからね、ちゃんとね、ごめん、ちゃん謝ったし、先生にもめちゃ怒られたし、親にも怒られたし、反省してるし、もうそんな呪い今来る、呪い、嘘だろう、嘘、恨まれてんのかな俺マジで、嘘だろ、謝ったじゃん、もうない、みんなやめえ、どうしよう、もうがない、終わった終わった、もうね、いやーまさかな、油断大敵だわ、もう勉強になった、油断大敵、俺油断してた、調子こいてた、もうセレビが出てまさか折れるなんて思ってた、棒もねえし、まあでもなんかあれだな、もう爪楊枝かなんかでちょっと代用して直すわ、あーこんなことあるか、普通、ふざけんなよマジで、やっと念願だったさ、めっちゃ欲しかったさ。ダメだ、なんかもうダメだ、辛い。辛くなってきた。もうダメだ、今日はもうダメだ。くそ、セレビーごめんね、おった。いや、マジか、調子動いたわ。調子になると人間こうなるからダメだな。油断大敵だったわ。あー、でも、いいよ、しょうがない、セレビはセレビだしね、いや棒どっか行ったし、棒があればなんとか直せたんだけどな、もう絶対見つかんねえわこれ、もう明日もう掃除機で終わるな、吸われてさよならだわ。でもさ、これ棒の太さからってなんかいけるな、代用が、てか丸じゃなくないこれ、この穴悪くない、こっち丸じゃん、ちゃんと丸、棒の形もこういう形しとったんかな、それ見てなかった、丸だったら入んないじゃんこれ、棒が丸だったらそれは折れるわ、俺悪くない気がしてきた、なんかそれ俺は悪くなくないマジでくそ悔しい、ということで今回なんとかねセレビゲット降臨することができましたが、折れましたということで、折れる、くそ、こんなことあるかよ、みんな最後まで油断大敵だな、すまん、もう油断するなと、最後まで、おー、くそ、マジ泣けるわ、ほんときつい、これこの展開マジで泣く、ちょっとマジで泣きそう、これもうやだ、もうやだ、なんでだよ、ここまで粘ってせっかくゲットしたのにさ、折れるってある、折れるセレビ、泣くゴリラ、
うわーもうこれは、まあいいや、とりあえずセレビゲットできたからよしとしましょうということで、このシリーズは今回でこれで完になります。ありがとう。とりあえずセレビ出たから、あとはなんとか直すしかないね。棒が見つかれば治るか、なんとか探してみるか、絶対ないわ、もう。これ下に落ちたら見つかんねえもん、こんなん絶対。あー、終わった。どこ飛んでったんだろう。でも結構遠くに飛んでた音したよね。はぁ。いやー、マジでちょっと戻りてえ、タイムマシンで、マジで。お前油断すんなよ、と。折れるぞって言いたいわ。いや、セレビ持って逃げたからマジ呪いなんだな。ほんとにごめん。みんな悪いことしちゃダメだよな。ほんとに、すいませんでした。しょうがなんで世界だけ3年かな、あ、もっと上かな。俺らセレビの時さ、小学何年だったっけ、小学生の時だよね。あ、中学生かな、ギリ。いや、小学生だった気がするけどな。ちょっと自分も何歳の時に、あれで、何歳の時あれでと覚えてねえや、もう。全部混ざっちゃうからね。もう、セレビの呪い今まで続いてんの。